次に行くか。どうした？あ、いた。もうそんな支援地稼いだ？先生っていつもうろうろ歩いてるから探すのが大変なんですよね。うろうろというかもう走り回っとくけど。なんじゃ？なんか用？はい、用がなければわざわざ探したりしません。何があったんや？今日の夕方執務室に来るようにレア様から言われていたでしょ。何ベルトサボったん？レア様からのことづてで今日は都合が悪くなったから明日にしたいって。そんな LINE に入れといてよ。じゃあ伝えましたからね。なんか淡々としてんな。セテスさんを見ませんでした？2階の奥の方におらんかった？見ていない。困ったな。セテスさんにも同じ話を伝えなきゃいけない。大概2階におらん？セテスとか。何これ、一緒に探そうか？うん、でも見かけたら断りやがった。教えてくれると助かります。僕は厩舎にいますから。馬のとこ？トーマの子が来る前に会話の準備をしないと。ほんとなんかお手伝いさんというかそういう仕事ちゃんとやってんだ。厩舎にいなければ北の森の入り口かな。丸太を置きっぱなしにしてるんです。忙しいね。早く運んできて薪割りをしとかないと。そろそろ足りなくなる頃だから。真面目で、それが終わったら回廊の。めちゃめちゃ忙しくない？どうなってんの？だいぶブラックやで。何か手伝おうか。ダメだよ、これは僕の仕事なんだから。すごいな、ストイックでもあるし。他の人にはやらせたくないんです。そりゃ強くなるわ、絶対こいつは強くなる。それに先生なんかに手伝わせたらレア様に叱られる。なんでそのレア様をなんかすごいなんて言ったらいいんだろう、出てこん。信じきってんの？なんでかは知らないけどレア様先生のことを気に入ってるみたいだから。信じるってか日本語難しいな。なんて言葉が当てはまるんだろう。信仰とは違うしな。そうかな。どうだよ、別にいいけどさ。あ、そういうのもわかるのか。とにかく僕はレア様がくれた仕事を自分でちゃんと全部やりたいってだけ。なんかそういうエピソードあんのかな、レア様とツイリー。じゃあセテスさんを見かけたら僕に教えてくださいね。はい、 LINE しとくわ。え、教えるために探すのも大変そう。え、それもそうか。すぐ納得してくれる。じゃあセテスさんに会ったら僕が探してたって伝えてください。はい。そしたら僕を探すのは先生じゃなくてセテスさんになるでしょ。いろいろ回りくどいな。うん、いい考え。じゃあそういうことでよろしくね先生。癖のあるやつが多いな。さあ次は誰だ。この辺クロード。クロードって2回目か。あ、先生支援待ってくれ、もうすぐ片付くから。支援 B になるのかな。クロードいつも怪しいことしとるからな。また怪しいことかな。何をしている？毒薬に関する文献を見つけてね。試しに調合して。調合って作っとるんかい。やっぱり怪しいことしとるな常に。よし、これで完成。割とか、あ、簡単に作れるんやね。無色透明。無色透明。使い勝手が良さそうだろ。無味無臭とかやばくない？試してみるか。試していいんすか。大丈夫。死ぬんじゃないの。あ、試せる。マジか。まあ、どっち選択しても変わらんしね、支援会話って。試してみる。おいおい、冗談だろ。
こいつを飲むと2日後に猛烈に腹を下剤か。2日後ってのが気に入ってね。直前に仕込むのが難しい状況でも使える。何に使うのそれ。あ、いや、すぐに使う予定はないよ。手持ちの札を。手持ちの札いつ使うのって。策を立てるとき手札は多い方がいい、うん、これは俺の趣味みたいなもんなんだ。ガチで戦争とかになったらなんかそういうね、なんか大規模な、ね、なんて言ったらいいんだろう、そういう作戦やらしすぎるか。下剤を食わせまくるとかね。なぜそんな物騒な趣味を。そうだな、そういう類の備えが必要な。どんな環境からかな。え、相当なんかアフガニスタンみたいなところで育ったってことイメージですけど。俺もぬくぬくと育ってきたわけじゃないって前に言っただろ。過去が相当気になるな。ガキの頃から俺は周りの連中に異物と見られてたようでね。ああ、よく戦闘中によう言うもんね。異物はなんだっけ、矜持がどうたらって。何をしたわけでもないのに恨まれ憎まれて殺されかけたこともある。めちゃめちゃじゃないですか。異物には見えない。もちろん俺はただの人間さ、うん、けどどんな人間だって特定の環境下じゃ異物になる。異物ね。でやられっぱなしじゃ身が持たないから逃げたり戦ったりの繰り返し。どんな環境なの本当に。クロード少年は泣きながら奇策を絞り出し、難を避け敵を陥れることを考え続けた。要名手の。え、どういうこと。拾われたのどういうことなの。全然過去がイメージできん。親は放任主義でね、自分で乗り越えなきゃ強くなれない。放任主義にも程があるやろ。結果俺は親の期待通りにたくましく育成したとさたくましくってそんな感じ書くんだ。たくますすぎるって。苦労したのか立派あー上かな。苦労したのか。おっとっと、一言でもないよ。先生だって異物の資質は何それあるんだぜ。俺が見たところあんたは他の誰とも違う、ね、気をつけた方がいい。先生もねちょっと過去があやふやなとこあるしね。ま、俺はそういうあんたのことをちょっと気に入ってるんだけどな。まあ似た者同士ってことか。お、これで B か。いやなんかもったいねえな。支援が B に。支援じゃない、やる気も上がるからちょっと今やるタイミングじゃなかったかもな。こっちか。ん？この上？ここ？ここか。マヌエラ？庭におったのに。なんか怒ってない？なんだ？用があったがね、どっちでもいいけど。あ、あら、先生。お、態度を変えた。一応気に入ってんのか。ちょっと待ってて。どういう状態？どうすんのよ。すげえ怒っとるけど。すっぴん？あ、寝てたの。時間まで寝ちゃってるわけ。私。じゃあすっぴんか。うわあ、服どこよ。肌着ない。あんなもん薄い布、服じゃなくても布的なもんでしょ。ほぼ。服の紐が引っかかって。どこに服あったの。結べない。よう喋るで。もう適当でいいわよ。胸があって胸どうなってんの。なんかガラス割れたけど全部聞こえている。そういう時は
黙って聞こえないふりをするのが大人の対応でしょ先生。え、選択肢でなんか変わることあんのかな。とにかく待っていて、お願い。大丈夫が正解やった。待たせちゃったかしら、ごめんなさい。もしかして化粧までしとった。だって明らかにそのね、まぶたの方とか明らかに化粧やもんね。それで何のご用？え、中に入れさせてくれんってか。あ、どっちもどっちな感じするけど、中はどうなってる？そんなこといい。早く話があるならしてくれない？この部屋で先生も寝てるのか。ここって2階の教員室ですよね。私だって必死な思いでここまで出てきたんだから。うん、悪かった。なんでこれ。あなたは悪くないわ。ただ今日が良くなかったというか。何のイベントなの。昨夜が良くなかった。まあ、飲みすぎたんか。さ、なんか結構酒癖悪いんじゃなかった。結局用があるの？ないの？何しに来たん先生も。そのえ？全然別の話やけど、夜なんかあった定理する？昨夜の人から？え？なんて言ってたのかしら。あ、別の男から。伝言を頼まれたって感じか。もう二人でお会いすることはないと。でしょ、ね、ひどいね。私。何回私って言うの。どうせそうなるだろうと思ってふて寝していたんだもの。いや、ようこんなね、ようマヌエラさん振るね。ダメな。わざわざありがとう先生。もう用は終わりね。なんかだいぶへこんどるだよ。それじゃおやすみ。また寝るの。おやすみ。あー、これじゃダメかもな。確かに女子として。さあ、あとは向こうの方か。あ、この階段のところ。あ、ハンネも。え、いつもなんか選択肢あるのに。え、こんな現れるの珍しくない？なんかキラキラしとんな。先生、少しいいかね？また紋章のこと？その笑顔が怖い。そう、身構えないでくれたまえ。紋章かな。我が輩が君の害となったことがあったか。いや、ないだ。言い切るね。紋章学の探求が進めば進むほど君は自分の正体に近づけるのだからな。まだ一応紋章の全容は解明しないのかな。君が失われた炎の紋章を持っていたと知り、少し君の過去を探らせてもらった。お、逆にありがてえかも。君のその血がどこから来て、そして君の半生にどう影響してきたのか、うん、結構謎やからね。我が輩はそれを知りたいと思ったのだ。うん。やめてほしいとか、自分の過去。ああ、そうだとも。君のかつての傭兵仲間にも。あ、そういうのもいるんだ。ジェラルト傭兵団。もちろんジェラルト君にも、ジェラルト君のかつての仲間たち。だいぶ行ったね。さて、それでは調査結果を報告する。間違いがあれば指摘してくれ。これは面白いイベントかも。ジェラルト君がセイロス騎士団の騎士団長だった頃、20年前やね。彼には恋にしている女性がいた。あ、それが母ちゃんってか。最初はその女性が君の母だと思ったが、それでは辻褄が合わない。お、なぜなら彼女はジェラルト君が修道院を離れる前に亡くなり、うん、
彼が傭兵として放浪していた先で君が生まれたのだ。ああ、確かにね。これは辻褄が合わんね。いや、君が年齢を偽っていれば話は変わるのだが、どうだね。あ、ベレトの年齢はてなやもんね。偽っとる可能性が高いのか。じゃあその修道院におったのが母ちゃん？お、下の方がそれっぽいか。父には隠し事があった。全部言っちゃおう。そうかもしれないな。君たちは謎の多い傭兵だったようだ。うん。ジェラルト君は元騎士団長という出自を誰にも明かしていなかったし、かなり有名人やったんでしょ。君のことも含め仲間に多くを語らなかったと聞いたよ。うん。いずこから来たのかもしれぬ力だけは確かな傭兵親子。はいはい。特に君は灰色の悪魔と呼ばれて恐れられたそうだね。どの辺が灰色なの。無表情に敵をほふる君の姿を傭兵たちはまるで英雄のように語っていたよ。そんな悪魔みたいなやつやったの、ベレト。灰色ってどこから？さて、君のどっちか言ったらハンデマンの方が灰色やけど。これ以上調べようもないようだ。あ、これで終わりか。今後は君の血に聞いてみるほかないな。いや、結局何も分かってないしね。結局何ハンネマンのイベント進めてったら分かるのかな、こりゃ。よし、あと支援か。うわ、結構あるな。あれ？レオニー・シルバンもあるみたい？マップに表示されてないだけかな。それっぽいな。ロードでもしたら増えるかな。いや、めちゃめちゃ増えたな、支援。潰してっか。お、クロードついてる。珍しいな。相変わらず働き者だな。真面目だね、ついてる君。別に自分の仕事をしてるだけだよ。この淡々としてる感じも好きやな。あのレアさんから直々に仕事を頼まれてるんだろ。どういう関係なんかな。教団に人は多いが、大司教殿と毎日言葉を交わせるような人間は少ない。うん。いや、大したもんだよ。日頃の仕事ぶりが認められてるんだろう。そうやね。用がないならもういい。あれ？僕忙しいんだけど。結構クロードのこと嫌い？いや、レアさんの話を聞きたくてさ。みんなが知らないような情報もお前なら。お、クロードはクロードで用があったのか。レア様のことなら誰より知ってる。でもあなたに話す理由がない。お、結構ね、子供ながらに結構頭も働くね。おいおい、そう冷たくするなよ。なんだって俺とお前は。なんだ。僕らがなんだっていうの。なんだ。なんか似たようなあれなのか。境遇？お前、俺のことを知ってるんじゃないのか。え？なんだ？知ってるよ。クロードでしょ。ヒルシクラッセの酋長の。なんだなんだ。これどころじゃないでしょ、多分クロードの言いたいことは。そうじゃなくて、まあいいや。ところでお前、ふるさとは恋しくないか。なんか髪の色とか肌感も似とるよね。パルミラのこと。パルミラ。そう、パルミラだ。結構何回も出てきとるワードやよね。あんまり恋しそう。パルミラ。パルミラにいた時の方が今より大変だったからね。ほん。父さんも母さんも戦争で死んじゃって。うわ。誰も助けてくれる人はいなかった。そのおでこの傷もそれの何かってこと？王様は何もしてくれないし。僕みたいな子は、いやいや、自分の力で生きてくしかなかった。あれ果てとるけど。そりゃ悪かった。あ、クロードの親とかが王様ってこと？クロードに謝られても
名手。それともあなたのせいなの？おお。俺のせいかそうじゃないかは置いといても謝らせてくれよ。いや、これは関係ありますね。こうして知識を得た相手が何に苦しんでいたかもわからない。あ、この支援イベント面白。ふるさとが恋しいかなんて気楽に聞いて嫌な思いをさせちまったかもしれない。いや、こういうわからん情報を得る感じがいいよね。うん、なんかのんきな支援イベントよりこっちの方が好きかも。別に気にしてないよ。うん、大人かもしれないな。考えの足りなかった俺の態度を謝らせて欲しかったんだよ。俺の態度、うん、そういうことならよくわからんけど、ありがとうクロード。通じたみたい。パルミラの王様がクロードみたいな人だったらよかったんだけどね。誰なんその王様って。あの王様はきっと悪い人じゃないけど気が利かないんだよ全然。子供ながらにそういうのもわかんの。いつかパルミラ王に会う機会があったら説教しとくよ。パルミラ王。そうして、うん、僕はもうパルミラに帰る気はないけどね。じゃあ仕事に戻るよ。パルミラってどこなんだろう。同盟領のどっか。あ、お前はすっかりそっち側なんだな。そっち側。ま、俺のことに目をつぶってくれてるだけでも助かるよ。うん、なんかいろいろな。いろんななんかモヤモヤがあるね。俺も分からんもん。知らないけど心配しないで。ツイリルもピンときてないし。いや、この二人のイベントは気になるな。次はラファエルヒルだ。お、またまたってか、もう B まで来たか。お、ラファエル？お手だ、ラファエルだ。なんだ？ラファエル君か。今開けるね。どうしたの？ヒルダとラファエルってなんかなんだっけ？何か妹の話しとったよね。なんかも妹のために物を作るとか。すごい荷物。水晶の小瓶に。キラキラの石？これでアクセサリーかなんか作ろうってか。あとこれだ。鮮やかなお花、とっても綺麗。あ、もしかしてこれヒルダへの贈り物じゃないよね。妹さんへの誕生日の贈り物？ああ、ようやく集まったんだ。お、すごい、繋がっとる完全に。おめえが言ってた可愛いもの。ちょっと、この花、まさかフォドラの喉元で？また遠いとこ行ってきたってか。おう、ひとっ走り行って、取ってきた。いや、たくましいな。ひとっ走れる距離じゃないでしょ。そうなん。それにこの水晶、また出てきたパルビラ。どこなんパルビラって。彫刻がとっても細やか。よく手に入ったわね、こんなの。おしゃれさんのおめえの言うもんなら間違いねえと思って一生懸命探したんだ。そんな、そんな何？外一日レベルで出てもいいの？うんうん、妹さんもきっと喜ぶよ。あとは首飾りにするだけね。ヒルダも買われたもんやね。なんかレオニーともこういう話しとったよね。それなんだけどよ。どうした？どうやって作ったらいいかわかんねえんだ。悩んでたら花もしおれてきちゃった。花をもうドライフラワーにするしかないんじゃない？元気な花はもうこの数本だけなんだ。どうすんだろう。あちゃ、そういうことか。その辺の花じゃダメな。私が教えてあげてもいいけど失敗する余裕もなさそうね。うん。仕方ない。ここは一肌脱ぎますか。優しい。ちゃんが作ってあげるわ。こうなるか。本当か？頼んでもいいのか？たまに自分用に作ったりしてるし、あなたが作るよりはマシじゃないかな。ヒルダはそういう趣味があるんだね。でもお礼はちゃんとしてもらえますからね。ちゃっかりしやがる。わかった。お礼は用意しとくから
しっかり頼んだぞ。いや、ラファエルにお願いしたらもう大陸中どこでも行ってくれるからね。こんな希少なものをよく揃えたわね。見てみて、妹。そんなに妹が可愛いのかしら。ね。ほんと、あ、お兄ちゃんってバカな。あ、一応ヒルダともリンクしちゃうのか。ヒルダの兄ちゃんも見てみたいね。イクノツレオニ。イクノツレオニってどんなんだっけ。誰だ。なんだ、イグナーツか。イグナーツね。イグナーツじゃなくて。すみません、邪魔するつもりはなかったんですけど。イグナーツは外に絵描きに来るんやよね。それは先生とのイベントか。邪魔だなんて言ってないじゃない。あんたはすぐにそう勘ぐるんだから。うん。すみません。レオニーさんがここで弓の練習をしてるなんて知らなくて。たまに一人でここに来て練習してるんだ。ここの方が実戦に近いだろう。修道院の外かな。訓練場だと。おあつらいの的にいるだけで集中はできるけど緊張感はないからね。意識が高いね。確かに実戦感覚とは違いますよね。じゃあなおさら邪魔できません。てかイグナーツどっちで行こうかな。イグナーツも弓得意やよね。もういいってば。せっかくなんだから休憩に付き合ってよ。休憩。あ、はい。紅茶でも飲む。すみません、気を使わせてしまって。気を使ってるのはどっちだよ。さっきからもう何回すみませんって言った。このペアな、なんか未来が見えんな。すみま。まあいいや。それもイグナーツの美徳ってやつだもんな。完全に尻に惹かれますねこれ。ん？その髪の束は？ああ。もしかして絵を描きに来たの？やっぱり絵描きに来たんやね。そういや、イグナーツは絵が上手いって誰か言ってたな。よく描いてるのか？あ、はい。時間ができたらよく。描くのは好きです。気持ちが落ち着くし。お前も弓の練習しろよ。へえ。じゃあ、それがあんたの誰にも負けないものになるかもな。なんか戦闘に役に立てばいいんやけどね。え？誰にも負けないもの？うん、前にあんたに聞いたらそんなものはないって言ってただろ。 あ、そういう支援会話だったっけ。絵が好きで暇があれば描いてるならその道を極めたいってことじゃないのか。僕の絵なんて趣味ですよ。そんなに上手くないですし。見てみたいね。ただ子供の頃に僕の描いた絵をすごく喜んでくれた子がいて。ほう。ふーん。じゃあ誰かを喜ばせたくて絵の腕を磨いてるってわけか。ああ、いえ、そんな大層なことじゃ。今は本当に趣味で描いてるだけで。なんか骨董とかにも詳しかったよね。いくら絵が上手くなったって立ちませんしね。いや、少なくともここじゃねえ。なんかもうそっちに文化的に生きてった方がいいんじゃないの。確か貴族のお抱え商家だったよな。なら絵を描けるってのは役に立つ。そう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 。なんか確か家の命令でなんか騎士になれって言われたんじゃなかったっけ。いえ、そうそうそう。家はそう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 。親からは騎士になれと言われています。ちゃんと覚えとるもんやね。だから僕の絵なんてなんの。誰の役にも立たない。難しいね、こういう親の指示に振り回されるっていうのは。イグナーツ。あ、終わり。あ、なんか一気に減ったな。リシティアシルバン。それにしてもリシティアは偉いよな。俺結構尊敬してるんだぜ。さあ、シルバンの口説きテクニックを見せてもらいましょうか。何ですか、やぶから棒に。お、いいね。こういうツンケンしてる子を口説くのは悪くない。俺より4つも年下だってのにいろいろ頑張ってるだろ。めちゃめちゃ頭いいからね、リシティア。
俺、君くらいの年の頃は好き勝手遊び歩いて今もやろうが。あんたが好き勝手に遊び歩いてるのは今も変わらないと思いますけど。リシティアと同じ意見でしたね。私、あんたと違って時間がないの。遊び相手なら他を渡る。4つ上にあんたとか言っちゃう。まあ、もしかしてこの後は魔法の特訓かい？俺でよければ。お前魔力うんこやろ。どんな訓練がいいかな。ひとまず茶でも飲みながら相談を。そういう、あ、もう無理やりぐいぐい行く感じね。結構です。わざわざあんたと一緒にやる必要はないわ。間違いない。第一、何です？さっきから。なんだ？私のこと、偉いの何のと言いながら、完全に下に見てますよね。あ、やっちまったが、子供に見られるのダメなんですよね、確か、リシティア。私が年下だからって、あんたに劣るとでも。めちゃめちゃ怒っとるよ、もう。いや、君ができるってのはよく知ってる。年下とか関係なく、君は優秀な子だ。これは素直にいかんと厳しいぞ。その上、美人だし、しっかり者だし、もう火の打ち所が。そこまで畳みかけたらちょっとうさんくさいぞ。ということは、私が下というより、あ、やばい。女性を下に見ているということです。いや、なかなか強いね、リシティア。おいおい、ひどい言われようだな。どこをどう解釈したらそうなるんだい？まあでも大体合ってそうやけど。俺はただ君を褒めただけだぜ。君の才能と努力とはね。このパターンならもうシルバンが魔法を本気で勉強したらワンチャン口説けるパターンかな。相手を見下している自覚がないならなおのこと厄介ね。鋭い。ああ、いや、自覚。君一体何と戦う。いや、4個したりここまでやられるか。何にせよ忙しいので失礼します。うん、あ、一つだけ付け加えさせてもらえる？うん、ん、なんだいリシティア。私魔法は得意だし、日頃から鍛えてるので特訓の必要はありません。めちゃめちゃ自信持っとるしね、魔法に関しては。あ、終わった。やれやれ。え、諦めんの？間違えたか。あのシルバンとあろうものが。厳しいね、こりゃ。 C でこの会話。いや、ベレットのやつどっかでわかんかな。ロードしたら発生するとかある？あ、出た出た出た。またここ誰だ？シルバン？あ、またシルバン。見たぞ、またこれ。2回目じゃねこれ。どうかした？なんでシルバンと女が絡んでる時にベレとか来んの、いつも。ああ、なんだ先生か。すみません、全然気づかなかった。また振られたんか。最近よく会いますね。あ、もしかして俺に気がある？それはある。もう早くスカウトしたい。すいません、俺の腕の中は女の子専用で。野郎に貸すのは勘弁願いたいんですが。こんなきつい感じなんだ。で、何の用です？うん、どっちも大きなお世話だな。したかな。また血は喧嘩。ああ、まあそんなところですかね。血は喧嘩。あの子はその辺で引っ掛けたんですよ。え、ちょっと楽しく遊んで別れようぜって。ナンパなのこの前。お、ん、第1回というか支援 C の会話で出てきたこと一緒そうやったけど。そしたらあの子、意外と俺に入れ込んでたんだ、ね。いやー、困った。さすがシルバーやね。どっちもきついな。軽薄すぎる。
何言ってるんです先生、このくらいの遊びが一番気楽でいい。かなりチャラいね。ま、先生がどう思うと態度を改めるつもりはないんですけどね。なかなか性格もあれやね。ほら俺、こんなろくでなしでも一応紋章持ちの貴族なわけですし、一応エリートなんだ。重たい遊びはしないようにしてるんです。厄介事を呼び込んでくるだけですから。うん、重たい遊び。いずれは黙ってたって適当な相手と結婚させられて落ち着く予定ですしね。ああ、政略結婚。そういえば先生は自分が紋章を持ってるって知らなかったんですよね。炎の紋章ですよ。いや、父ちゃんもわからんでしょ。調べたことがなかった。なるほど。まあ傭兵だったわけだし、わざわざ調べるってこともないか。貴族はどうなの？やっぱ紋章学のなんか学者みたいな人近くにおるんかな。貴族の家に生まれた子供は大抵紋章を宿しているかすぐに調べられますね。子供の時からもうわかるもんなんだ。俺たち実血の末裔ってのは基本的には紋章を持ってないと家を継げないんですよ。あ、だから兄ちゃんダメだったのか。どうしても紋章持ちが生まれなければその代ばかりは諦めますけど。うわぁ、そりゃ兄ちゃんもグレるわな。基本的には紋章持ちが生まれるまで当主は子供を産ませ続ける。なんかえぐいね。で、そうして生まれた紋章持ちが次の当主になって同じことを繰り返す。どんな確率なんだろう。わかります。平民の女の子たちにとって俺みたいなのは格好の獲物なんですよ。それで紋章持ちが生まれれば制裁として迎えられるってことか。ああ、そうやね。貴族になり上がるためにもうこれしかないわな。そ、ご明察。紋章を持った子供を産めればそいつが次の当主になれるかもしれませんからね。それでも一人二人で現れることもあるんでしょう。ま、血も薄まった今じゃ生まれるのは兄上みたいなやつばかりでしょうけど。どんどん血薄まるだけやもんね。確かに兄上。昔から紋章持ちってのは人から妬まれると同時に求められるもんです。うん。俺は俺の血の価値を俺なりに理解してる。嫌になるほどに。まあ人が死んでますしね。肉親か。自由な生き方なんてとっくに諦めた。妬まれるのにも求められるのにも慣れた。そりゃこんだけ性格もこじれるってわけか。俺たちには自由に生きる権利なんてない。そう思ってました。そりゃな、そりゃこうちょっと方向がよくわからんけどね。こんな女をナンパしまくるというか。やっぱ子供の時の環境ってやっぱ大事ですね。今は違う？そうですね。えらい重たい話になったな、女の話から。傭兵として紋章を持ちながら紋章と無縁に生きてきたあんたを見てると、うん。妬ましくて憎らしくて。どうした？殺してやりたいとさえ思うんですけどね。どうした？怖いよ。なんてそういう影のある男とか女の子に受けると思いませんか先生。結構モテてますしね、ベレと。さあ、レオニーだけ、あ、今、時期的なものってこと？したら、どっから出るんだっけ？これ。シルマンのスカウトって、やったっけか？呪術戦で活躍すれば。あ、終わってそう。あ、ダメだな。よし、じゃあ、こんなもんかな。することないよね。うん。
じゃあ戻りますか。これで次もうイベントだ。なんとか呪術戦名前出てこんだ。グロンダーズ呪術戦。なんだ、今日は呪術師戦争終戦記念日です。食堂で特別なメニューが振る舞われます。仲間たちと一緒に食事しますか。しとっか。なんでこの二人。わあ、これ大好きなんですよ。いつもの、自然と顔が笑っちゃいますね。いつもと変わらんね。うん。おいしいものを食べる。あ、このリシティア可愛いわ。吹き飛びますよね。やる気なかったやつを選ばれたって感じかな。よし。さあ、運動会だ。資格は？あ、クロードのロードが気になる。クロードのロード席が。クロードのロードが気になるね。まあ今剣頑張って使わしとるから。とりあえずこんなもんでいいのかな。ドロテアは剣士やもんね。傭兵か。ベレートも正直、傭兵極めたら、傭兵じゃない、盗賊極めたら傭兵に戻ってもいいかもな。うん。これでいいでしょう。さあ、グロンダース呪術、もう、3割ぐらいかな、ちゃんと言えるの。グロンダーズ呪術師戦。呪術師戦と名付けられた、栄誉ある学級対抗戦が間もなく始まろうとしていた帝国領のグロンダーズ平原で三つどもの戦いが繰り広げられるのだ。帝国んとこの真ん中らへんなんだ。いきますか。